嫌いなものは作らないようにしてる一応。でもゴーヤだけはほんまに嫌いですで一回も美味しいと思ったことがない。そう、嫌いなものは作らないようにしてる。アイスですね。アイス、食べ物はアイスとサーモンにハマってます。ずっとラーメンとかはもちろん好きなんですけど、ハマってはないです。絶対に好きな食べ物はいっぱいあります。ラーメンとか餃子とかも好きやし、でもハマってるって言われたらもう何年もハマってるのはアイスとサーモンだけ。好きな食べ物はめっちゃコロコロ変わりますほんまに、多分もう日にちごとに変わるぐらい好きな食べ物は変わるんですけど、メロンパンも大好きです。パンの中で一番好き。そう、よくないですね多分。カレーパン、カレーパンあんまり買わないですね。サーモンライス最悪それはあ、タピオカ、タピオカは多分ハマったらほんまにもっと行動すると思うんですよ。なんやろ、業務スーパーとかで売ってるタピオカとか買って自分でやったりとかするんやろなって思うんですけど、なんかそこまでしてないから。でもめっちゃ好きなのは好きですよ。あったら絶対飲むし、買える距離にあるなら買います、買いに行きます。食欲止まらん助けて食欲止まる、あの細い人の画像を見たら一気に食欲なくなりますそう、業務スーパー、そうなんですよ。なんかアイドルやからさ細くないとって思うんですよ。ちゃんとこんなに偏食のくせに思うんですけど、もういかんせん偏食だし運動嫌いやし、だから大変よほんまに。習慣になったら楽なんやろうなって思うけど、習慣になるまでが頑張り抜きですよね。なんか筋トレとか、そう、偏食アイドル、え、でもいっぱいいると思う。みんな偏食なんちゃうかなって思う。フーはすごい自分は普通だと思ってる、思ってたから、みんなもそうなんちゃうかなって思う。勝手にメンバーとか、コウコちゃんとかめっちゃ偏食です。偏食ってコウコ食わず嫌いなので、オキちゃんも偏食、オキちゃんのショールームめっちゃ面白くて結構よく見る。そう、ココもサーモンしか食べへん。え、そうだからココとお寿司行くんですよ。タワー？あれ？違うかも。オニオンサーモン好き。
ゆきはやさんだ、ありがとうございます。ゆきはやさん、ゆきはやたま、ありがとうございます。ありがとう、ぴょんぴょんぴょん、ありがとうございます。嬉しみ、ありがとうです。そう、栗みたい、確かに栗。何時までやりますか、全然決めてないんですよね。何時までやりましょうかね。もうちょっとしようかなって感じです。お、ヤギちゃん、タワーありがとうございます。ありがとう、ヤギちゃん、ありがとうです。ありがとうございます。玉ねぎ、タワーです。昨日はめちゃくちゃ、うん、泣かれちゃった。楽しかった、ありがとうございます。パクチー、お、ひーちゃんありがとうです。わあ、すごいたくさんハリセンありがとうございます、ありがとうです。ひーちゃん、イエイイエイイエイありがとうございます。ハリセン、お腹が鳴ってる。ハリヤマか、間違えた。ハリセンはあれだ、ポーンの方や。ハリヤマミスミスです。ハリヤマ、ハリヤマ、ハリヤマ、剣山、黒い羊、得意料理なんやろ、得意料理か、卵焼き、料理できんの？料理本買おうかなって思うんです。いつも本屋さんしょっちゅう行くんですけど、買おうかなって思うんですけど、ちょっとパラって立ち読みしてやめます、いつもそう、料理本、料理本ね、どうなんだろうね。でも絶対見えへんと思うねんな、結局買っても。
みんなさそう、私って。クックパッドあるしね。お、グッサン、ロックダウン、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう、ネスクさん、ありがとうございます。感謝、ありがとう。タワー嬉しみ、あわ肩が凝ってる、ありがとうございます。でもなんかちゃんと料理教えてもらおうと思いました、ママに。スイーツとか作ろうよ。え、なんかよく作っててんけどな。よくではないけど、普通に作ったりしてた、たまにね。そう。それがいい。俺マドレーヌ作るってすごい。私より女子力高いですね。女子力高めようって思って最近いろいろ気を使うようにしてます。関西弁可愛いですね。関西弁可愛いんかな、分からへん。なんか自分では思ったことないけど、他の地域の人からしたら可愛く感じるんかもしれへん。な、方言は可愛い。確かに、なんかふう、お仕事の時とかは標準語っていうかちゃんとしている仕事の時はなるべく標準語にしようって思ってて、で自分的にも標準語になってるつもりなんですけど、みんなに語尾とかはできてるけどイントネーションが違うみたいなのをめっちゃ言われます。イントネーションが難しいんですよね。ちゃんとしてない仕事ちゃうやん。なんかちゃんと喋らなあかん時、なんていうの、真面目な感じっていうか、そのライブ中とかのさ MC 中とかは全然気にしてへんけど、普通に素っていうかありのままって感じやけど、なんかちゃんとこういう時制服着てはいみたいなピンってしなあかん時になんかちゃんと喋ってねって任される台本ある時とかは標準語の方がなんか聞き取りやすいっていうか、見てくる知らん人からしてもあれかなと思って。インタビューそう、インタビューえ、でもなんかインタビューさ、なんかさ、なんやったっけ、何の雑誌か忘れてんけど、インタビューとかさ、初めましての人とかめっちゃ人見知りやからあんまり関西弁にならないんですよ。あったわ、お、ちょっと待って、あれ何さんだろう、あれ何さんだ、タカさん、ありがとうございます。タカさんありがとうです。
たわ。サンキューです、ありがとうです、嬉しい、ありがとうございます。何の話してたか忘れちゃった。あ、そうや、ん、あ、そうそうそう、ん、あ、そう。そう、人見知りやから、初めての大人の人とかインタビューの時とか標準語で話すこと多いんですけど、割と関西弁に直されてる気がする。なんか文章っていうか文章かが、めっちゃ関西弁やなって読んでて思う自分で。そう、言ってることは一緒なんですけど、語尾とかめっちゃ関西弁やなって思う。でもなんかそういうイメージがあるからなんかな、イメージってすごい最近も大事なんだなと思う。最近すごい客観視するっていうか、いろんなものを客観視するようになって。お、ミリーさん、ありがとうです、ありがとうございます。ミリーさん、ありがとうわ。ありがとうございます。そうそうそう、なんか客観視するようになって、自分のこととかも。そしたらなんか風を知ってくださってる人はメールとかショールームとか握手会とかで知ってくださってる人はそう思わないかもしれないけど、他のグループ好きで顔だけ知ってるとかの場合は、すごいイメージってすごく大事だなって思います。思いました。そう思いました。ね、一番大事、うん、大事です。イメージ大事ですね、本当に。どんなイメージなんやろう、風って、っていつも思う。なんか喋ってみたら、お仕事関係のすごい関係者の人とかはすごい違うイメージを持たれてる気がする。ピカチュウ？おい、どういうこと？絶対適当やん。自分の性格を一言で表すと、自分の性格を一言で表すと、めんどくさい。めんどくさい性格だなって思います。うん、思いますね。ピカチュウって何？AB 型だからね。 AB 型、確かに確かにとか言って、 AB 型だからかな。トゲピなんか全部丸い。カービィとか
みんなポケモンめっちゃ詳しい。ポケモン世代ですか皆さん。あれ全部ずっとポケモン世代か。今もポケモン世代。頭のヘアピンかわいい。これあれ羽ピンです。メイクするときに使うやつ。フーは多分あの時代です。パルキアとか。パルキアとかの時代。モンスターモール。フーちゃんの外羽見てみたいな。よくやりますでも外羽。内巻きはあんまりしないです。ダイヤモンドパール、そう、その辺が一番 DS してた。ふう、少し痩せた。なんかめっちゃ言われますね。私全然痩せてないですよ、変わらず。やってた、ダイヤモンドパール。友達コレクションとか今もあるけど、昔はめちゃくちゃ好きでした。めっちゃ不思議やなと思うんですけど、ちっちゃい時は絶対ゲームも見ることしかできへんくて、マリオカートなんてもうやった時には常に最下位常連で、すっごい下手くそで、今もマリオカートあんまり得意じゃないんですけど、本当に引くほど下手なんですよ。引くほど下手で、あ、もう絶対ゲームとか向いてないなって思ってて、だから今こんなにハマってるのがすごい不思議やし、絶対スマブラとかの過激派っていうの、なんだろう、スプラトゥーンとかめっちゃこうなるやつ、あの荒野行動とかもそうやし、フォートナイトとかもそうやし、なんかさ、こうなるじゃないですか、めっちゃもう喋りながらやっちゃうみたいな、いけいけいけとかさ、絶対倒すみたいな感じの戦う系の過激派ゲームとか絶対やらなかったんです、ちっちゃい時。ほんまに友達コレクションと動物の森が大好きみたいな感じだったんですけど、すごい変わったなと思います、自分が。そこは祖父、あれガールズコレクションとか好きだったんですよ。女の子は分かると思うんですけど、ガールズコレクションっていう DS のアプリがあって、服屋さんを経営して自分がで、ね、そう、服を売るみたいな、自分でコンセプト決めてみたいな、そういうのが好きだったんですよ。そう、だからほんまに不思議です。お、楽しい、ありがとうございます、ありがとう、タワー、ありがとうございます、あ、タワー、ありがとうございます、サンキュー、うん、荒野行動するの、え、するしてた、ずっと。今はまあフォートナイトの方がよくするけど、何やったっけな、なんか初めましてやったかな、初めましてのツアー
初めまして一方程度ですのツアーの時の神戸の時ぐらいにミチュと同室でずっとやってて、荒野行動あのメンバーとか流行ってたからすごいやってて、おふうなんじゃずっとやってて、でなんかみーちゃんとふうとみつとあと誰やったか誰かおってとやってて、でもう勝とうみたいな言ってて言ってたんですよ。流行ってたじゃないですか。でふうがその時一番始めたんが遅くって、めちゃめちゃそれもめちゃくちゃ下手くそだったんですよ。荒野行動が全然物資集めに命かけてるぐらい打たれへんくて、打っても当たらへんみたいな。でもスコープとかとなんか見つけるはめっちゃ得意だったから物資はそうだからすごいみんなに提供係みたいな感じで、そうあの音声で4スコありましたとか8スコありました係で8スコありましたって言って渡すとかそういう係でやろうと思ってたんですけど、その時みーちゃんもみーちゃんもみんな死んじゃって、でふーだけ生き残ったんですよ。そら全く動かへんしよ、同じ場所に停滞してるからふーだけ、そりゃもう誰にも見つからへんし、ずっと何姿勢がさ、これ今度3つ姿勢があるんですけど、立つとしゃがむと寝転ぶみたいな姿勢があるんですけど、ずっと寝転んでて軍隊の体制になってたんですね、ずっと。でもうあとフーとあと敵チームだけで、敵チームフーのことさえ見つけられへんしってなって、えほんまにかくれんぼしてるみたい でフーはラベンダー畑があるんですけど、そのゲームの中でラベンダー畑に隠れてたので、本当に周りから見えないところにいて、そしたらもうみーちゃんがすごいね、あの人ガチなので、みーちゃんがふーちゃん早くラベンダー畑から出てみたいなめっちゃ言われて、でもめっちゃ怖いからなんか出たくないわと思ってて、ラベンダー畑からそうでおどおどしててずっと。それでみーちゃんとみーちゃんほんまにガチ勢なんで、すごかった。課金とかしてた二人。そう。道だけかな、課金はしてて、で車に乗って逃げたんですけど、みんなはフーが逃げてる様子を見れるので携帯で見てて、まあ速攻で殺されました速攻で殺されたんですけど、えそうなんですよ。だから本当に下手っぴっていうか、下手っぴの頃の次元じゃないと思うんです、多分そういうのは。でも練習してちゃんと上手くなって、それは初めて殺した時は、殺したは良くないですね、初めてキルした時はすごいもうなんか感動的でした。本当にすごく感動しました。頭に当たったんです、綺麗に。もうその時はもううんって思いました。頑張ってよかったと思って思いました。だからその、楽しいですね、すごく。自分が頑張った分だけ上手くなるのが見えるから楽しい。ヘッドショット、そうヘッドショット、名前もめっちゃふざけてる名前なので、そうゲームハマったら怖いなって思います。怖い、外に出れなくなる。
金した？課金してない。荒野行動課金してないです。サバイバル、サバイバルね。そう、時間忘れる、ほんまに時間忘れる。そう、のんちゃん、のんちゃんも荒野行動してるって聞いた時はもう世も末だなって思いました。タワー、私タワー、あ、まことさんありがとうございます。お、まことさんありがとうです。タコスさんもかな、タコスさんも2本目だ、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。まことさん、タコスさん、本当にのんちゃんかわいい。のんちゃんめっちゃ強いです。しかもめっちゃ強かった、めっちゃ強かったし、めっちゃよく喋ってました。楽屋でずっとシャーとか言ってました。寒い、めっちゃ寒い。暖房つけてないよ。乾燥しませんか？広島の余韻がすごい。本当ですか？広島楽しかったです。握手会昨日昨日よね、あれ一昨日？あ、昨日だ、ん？昨日楽しかったです。なんか配信たくさんするか迷ってました、ずっと。お、しんちゃんありがとうです、ありがとうございます。配信もショールームも思う時も多かったから、なんか上着羽織ればそれな気を、なんかなん、その休業発表してどこまでね、するしていいのかとか分かんなかったし、5月6までの間メールとかも スヌーピー、スヌーピー好き。ピーナッツ？ピーナッツ。
寒いね。阪神勝った、それの今日中日戦ですもんね。バーイ。阪神阪神ファンは親の影響？お姉ちゃんかな。でも一番は、でもなんどうなんですかね。なんだろう、23時になったらランキング読みます。あと2分だった急に日曜日、日曜は静か。いいよね、静かな。静かな日。ゆっくりしましたか？初めて拝見いたしました。ありがとうございます。ランキング読みます。20位監督さん。それではまたね。またね、ありがとうございました。19位しんちゃん、ありがとうございました。ありがとうばでした。18位、あきあきあきさん、配信ありがとう。ふーちゃん大好き、ありがとうございました。17位、ゆきはや、ありがとうございます。ありがとうばでした。16位、ひざかの天板たけさん、たけさんもありがとうございました。ありがとう。15位、やぎちゃん、配信ありがとう。幸せ、早く会いたい。ありがとうございます。こちらこそありがとう。おー危な、ありがとうございました。14位、つりきちさん、ありがとうございました。13位、吉田さんちの家族くん、ふーちゃん早く会いたい。ありがとうございます。また待ってます。12位、ひーちゃん、4月30日の握手会、握手で行きます。頭冷やしたんでありがとうございます。待ってます。11位、ぐっさん、6段、5月3日大阪行くね。おー待ってます。そうインテックス結構ありますよね、握手会。待ってます、ありがとう。10位、アーリー、山口県在住さん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 ありがとうございました。 Thank you。 9位、セッティンさん、ふーちゃんに会いたい、配信嬉しいよ。お、よかった、ありがとうございました。8位、ライナスさん、今日でワイフルーム400回目、いつも幸せ、サンキュー。ありがとうございます。400、すごい、400か、すギョい。400。7位、たかしんさん、風を待つの握手会楽しかった。それな、めっちゃ楽しかったです。全部なんか毎日毎日幸せだなって思いました。6位、たなし、昨日もありがとう。こちらこそありがとうございました、ありがとう。5位、ふーちゃん推しのたかさんさん、ありがとう。たかさん、ありがとうございました。4位です。4位は、いつはビリーさん、やぶしたふー世界第一、ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございました。
3位です。はい、3位、タコス風は永遠の推しメン。ありがとうございます、嬉しい。タコスさん、ありがとうでした、ありがとう。2位です。2位はヒロティン、今日も京都とやぶして風に余韻マン、余韻マンしてください。あと2週間くらい、3週間握手会まで、次わかんねえや。余韻マン、ありがとうございました。ヒロティンさん1位です。1位は誠推し推し風移動症、目覚まし当たった、大事にする。おお、目覚まし喋ったな、そういえば握手会の合間に撮りました。目覚まし使ってください。誠さん、ありがとうございました。ということで、皆さんもありがとうございました。たくさんコメントとかもしてくださって、全然読めなくて、読めない方はいっぱいいたと思うんですけど、本当にそれは申し訳ないです。また配信するとき、メールとか配信予約とかしておくので、よかったらチェックしてください。全然なんかね、あんまり全然最近できてなくて、コメントとか本当にすごい嬉しいです。ありがとうございます。見てくださった方もありがとうございます。24,614人の皆さん、ありがとうございました。1時間半楽しかった。じゃあ私はメイクを落としてお風呂に入って寝ると思います、多分。皆さんも今日、明日から月曜日なので、お仕事とか学校とかもう死ぬほどやだなって思うかもしれないけど、頑張ろうね。ありがとうございました。おやすみ、ありがとうございました。バイバーイ、頑張ってね、明日も。ファイト、おやすみ。